こんにちは、テニパンデュー岡正恵です、今回の動画は私がもう10年以上前から一緒に練習しているお友達と嵐の伊藤亮太くんと、先日の動画でピックアップした、テニスマイルカップの主催者の、桐山英子ちゃんとダブルスで戦う動画になっております。亮太くんも英子ちゃんもすごい戦績がある子たちなので、正直レベル的にはあちらの方が明らかに上な状態ではあります。まあ私と私のお友達のケン君が一緒にやることが多かったので、どっちが噛み合っていいプレーを引き出せるかだと思うんですけど、最後まで見ていただくとなかなか面白い結果になっているので、ぜひ今回も最後までご視聴お願いします。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、フォアハンドの打ち方を少し前から切り替えていて、結構早いサーブが来るとタイミングが間に合わなくてずっと詰まっちゃってて、前回の配信から内側に来たフォアがうまくいってないんですけど、しっかりと練習して、そこのね、今苦手な部分が明確になってるので、そこを対応できるようにこれから練習しっかりしていきたいと思います。またフォアハンドで失敗しちゃったんですけど、クロスに入れていこうと思って縮こまってネットしちゃうくらいだったら、思いっきりストレートに打っちゃうのもありかなと思うんで、現状の応急処置としてはいいのかなと思います。1ゲーム目は亮太くんのサーブが良すぎてサクッと取られちゃったんで、英子ちゃんと組んでるから集中してるんでしょうっていう風に、やきもちみたいな感じで言っちゃったんですけど、立ち向かいたいんで、この次のゲーム頑張りたいと思います。めっちゃ集中してゾーンに入ってる時ってたまにあるけど違いがない。いろいろ岡村大会だったりとかいろんな大会出たりするんですけど、すごい強い相手にいいプレーして勝てることあるんですよ。ゾーンに入ってるみたいな、でそういうプレーがなかなか出せないんでどうしようっていうのを軽く相談したんですけど、喋りすぎだと思うよって言われたんで、このゲーム集中していきたいと思います。粘って粘ってやってる中で浮いてきたボールって、よしここで仕留めてやるって思っちゃうんで、またやっぱり失敗しちゃったんですけど、そこを確実にできる人たちって本当どういう頭の中でやってるのかすごく教えてほしいですね。このゲームね、このまま終わらないんで頑張りたいと思います。結構久しぶりになかなかいいサーブが入りましたが、負けたくないんで、大好きな男の子と試合するときは絶対負けたくなくて、テニスでしっかりといいプレーして近づきたいって思うんで、こういうことがねたまに起きるんですけど、この調子でこのゲーム頑張って取りたいと思います。デュースで集中してファーストサーバー良かったんですが、リターンもなかなかいいショートクロスに飛んできてたんで、前衛に捕まっちゃって構えがうまくいかずポイント取られちゃいました。前衛に取られそうだったらタイミング、構えのタイミング早くしてれば、ロブボレーとかでスッて抜いて時間稼げればね、こっちの方が、先に攻めれたかもしれないんですけど、ちょっとうまくいかなかったです。私に結構ボール来ましたけど、結構長いラリー苦手ですぐ失敗しちゃうタイプではあるんですが、粘ることに成功して40オールになりました。めっちゃ大切なところで最高なファーストサーブが入りました。このゲームファーストの入りが良かったですね。いつも私ファーストがほとんど入んなくて、
セカンドサーブを入れる状態から始まることが多くなっちゃってたんですけど、まあ、編集してるから分かるんですけど、私のサービスゲーム本当ホルトっていうあのテロップ入れることが多いので、まあ、このゲームはなかなかいい感じにキープすることができました。この勢いとこの集中でそのままいきたいと思います。いい感じにサービスゲームキープできたんで、その調子でしっかり次のゲームもねポイント乗せてきたかったんですけど、まあ、サクッとラブサーティーになっちゃいました。やっぱずっとこのゲームが切り替わっても集中が続くっていうのはなかなか簡単ではないので、ラブサーティー取られたところから集中していきたいと思います。先にサーティー取られてましたけど、まあ、ケン君のリターンが良かったのもあってこっちからフォーティーサーティーになりました。相手のボールの威力がなかったので、私がもっと前に前進しながらしっかりと打って、でそのままボレーに行ければ良かったんですけど、ちょっと前に行くパワーが足りなくて残念でした。私が簡単なボレーミスしてしまったところで、こっちがりょうたくんとえいこちゃんからアドバンテージサーバーなんですけど、そこで今また、あ、と聞いたんですけどね、サーブのコースをフォア側にするかバック側にするかっていう話し合いをここで2人は、まあ、相談というかちょっと口論してるみたいでした。で結果的にどっちに打ってどうなるのかご覧ください。えいこちゃんは私のバックに打った方がいいんじゃないかって思ったらしいんですけど、りょうたくんがフォア側に打ってっていうことでえいこちゃんはフォア側に打った結果がこうなったみたいでした。私たちが平行陣になって少しテンポの速いラリーが続きましたが、テンポが速くなってくると自分のボールが自分の体にボール飛んでくるとアウトとかのジャッジができずに取りすぎちゃうことがあるので、今ちょっとね少しアウトかなって思うボール取っちゃって、まあそれも帰れば別にラリーは続くんですけど失敗しちゃって相手に取られちゃいました。ケン君のサーブ左利きなんですけど、エイコちゃんのフォア側の方に追い出すような球で飛んでったおかげでサービスエースになりました。猫ちゃん女の子なんですけど上手いですね、まあ、ドロップボレーみたいな形でケン君のボールの勢いを殺して決められちゃいました。でもこれ正直私が取りに行けば全然取れたんで、まあ、そこの動き反応悪かったなって反省ですね。このゲームはケン君のサーブが良かったのありますし、まあ、相手のボール、まあ、リターンりょうた君のリターンが良くてもケン君が粘ってくれたおかげで先にミスを誘うことができてキープできました。初めのね始まった瞬間はもうポロって負けちゃいそうだったんですけど、気づけば、3-1 ですね私たちから、ケン君に喋りすぎだよって言われたところから、まあ、集中力が増して、こうやってプレーとゲームがね変わってきてるんで刺激をくれたケン君には感謝なんですけど、まあ、このまま勝てるかねまだ分かんないですから、次のゲームご覧ください。また強烈なボールがフォアハンドの内側のところに来ちゃってネットを越せることができませんでした。これが続いたら絶対ストレートに打った方がいいと思います。私できてないですけど、まあ、その見解がね正しいかどうか、まあ、テニスで答えがないんで、皆さんがどうするかわからないんですけど、
ずっと同じ失敗するくらいだったら何か変えた方がいいかなと思いますよね。はい、しっかり考えていきたいと思います。ケン君が前衛で結構頑張ってくれてて、私シングルスやってるみたいにいろいろちょこちょこ動いちゃってたんですけど、まあ一応追いつくことができて、打ち込まれても返すことがやってきてたら、なんとかポイントにつながりました。まあ、正直私が返してる球は浮いてたんで、まあ、ボレーが上手い人だったらもうスコーンって決められてるかもしれませんけど、ちょうどさっき言ったみたいに、やっぱり苦しい時に一回でもネットを越すっていうことが大切だなっていうポイントでしたね。リターンはクロスに返そうと思って失敗することが多かったので、ログに逃げてみました。まあ、そこからラリーが始まって、最後はバックハンドでショートクロスに、まあ、両卓の足元のところにボールを落とすことができました。まあ、正直まだこのポイントを失ってもあのゲームは続くんで、まあ、正直ミスしてもいいやと思ってちょっと強気な行動に出たんですけど、バックでショートクロスとかシングルスの動画配信してても全然やれてないので、入んなくてもいいからやってみろって思う遊び心みたいな、まあそれによって入りましたね。全日本、チャンピオンの方たちと戦った時のアドバイスで、やっぱり遊び心がないといいテニスができないっていう風な感じでね、アドバイスをいただいてて、まあゲームとかにもよるんですけど、やっぱりただ堅実にボール返してるだけだとポイントにもならないので、やっぱこうやってあそこにやってみようと思って、まあ配球するくらいの遊び心っていうのも持ち合わせながらテニスでやると、まあ楽しいしいいのかなっていう風に、まあ最後見てて思いました。今回ミニゲームでやってるんで、まあ、4対1で私とケン君の勝ちになりました。なかなかいい試合だったかなと思うので、もしよかったらコメント等もいただけると嬉しいです。また次回の配信もぜひ見てください。ありがとうございました。